はい、皆さんこんにちは。本日はですね、グラフィックカード、パソコン用のグラフィックカードを購入しましたので、ちょっとだけその紹介をしたいなと思います。もうこちらにね、箱が写っているんですが、はい、こちら購入しました GeForce RTX 4070Ti というものですね。はい、これは MSI というメーカーのレンパス 3X っていうんですかね、この製品を今回購入しました。価格はだいたい12万円ちょうどぐらいですね。非常に高いですね。はい、で、まあ私はね、昨年かな、ゲーミングパソコンをサイコムっていうメーカーで購入しまして、その時はですね、グラフィックカードなしでゲーミングパソコンを買うというね、謎の買い方をしてしまったんですが、まあその頃は 4070Ti が出た当初っていうのは、だいたい14万円ぐらい、いろんなメーカーの製品があるんで、あれなんですけど、14万円ぐらいだったのが、だいたいこの8月、9月で、12万円ぐらいに落ち着いてきたかなという感じですね。でも、これ以上は下がんないかなと思って、意を決して購入しました。まあ、グラフィックカード自体は、購入しようとは思ってたんで、いつかはね。はい。で、4070っていうのも出てるんですけども、まあ、評判とかを見てると、4070Ti っていうのが一番ね、コスパ的にはいいのかなと。で、さらに上位モデルの4080っていうのもあるんですが、これはね、今もう15万円とか16万円とか、さらにね、そんだけ高くなっちゃうので、まあそこまではいらないかなと思って、今回は 4070Ti を購入しました。はい、まあいろいろ書いてありますね。細かいことは私もよくわかりません、よくわかりませんが、まあ最新のグラフィックカードであることに間違いはないかと思います。はい、 Amazon で購入しました。こちらですね。でもうね、私グラフィックカード単体で買って取り付けるのは実は初めてだったので、ドキドキしながらね、まあ本来であればなんかね、開封とかね、設置の状況を、動画に収めればよかったのかもしれませんが、もうねドキドキしちゃって、高い買い物ですからね、プレステとかより全然高い2台買えるぐらいのものなので、もうセットしてあります。こちらですね。これ。これは、ステーですね。支えなんですけど、支えになってないね。これ、よく見ると。よく見ると浮いちゃってるんで、支えになってないんですが、だから本体はこれですね。ここ。ここの部分が本体になります。はい。まあ、ステーはおまけかな、これ。おまけ、なんかあったから、一応ここでね、一緒にねじ込んでやってみたんですが、合ってんのかな？そもそも合ってない可能性もあるんだけど。はい。とりあえず、こんな風に設置したんですが、いやーねー、まあ、先に説明すると、その前に使ってたのが、こっちに置いてある。よいしょ。これなんですよ。GeForce GTX 1080Ti っていうね、だいたい6年前ぐらいに発売された、当時はもちろんね、もう最上位モデルみたいな感じだったんですけども、いやこれがね、もうまあコスパの意味では良かったのかなと個人的には思ってますね。まだまだ戦える、グラフィックカードだとは思うんですが、今はね、RTX っていう型番なんですが、その前のね、
GTX っていうものになります。 1080Ti はまあ中古でもまだまだ高いですから人気があるものだと思うんですが、まあこれをつけてたんで問題なく新しいやつもねつくかなって思ったんですが、なんとなんとこれね、この1080Ti よりもこの幅が横幅が広くてですね、入んなかったんですよ最初。最初ここにここの部分に何ていうんですか 3.5 インチベイっていうんですかね、私全然ねそのパソコン詳しくないんで、これがねダラララッとこいつのセットがあと2個ここにあったのかな、このセットがね2個あって、それに干渉しちゃって取り付けられなかったんですよ。マジで焦りましたね。マジで焦って。え、これ、つけらんねえぞって。全然寸法とか確認しないで買ってしまったんで。もうね、それが反省点ですね。まあ、そもそもね、そんな 3.5 インチのこのやつ、そんな3つもね、必要ないと思うんで、いろいろネジとかを確認したら取り外すことができたので、ああ、よかったと思って。非常に焦りましたね。はい。でも取り付けて実際にね、ゲームとか動画編集とかもやっているんで特に問題はないです。ただ取り付けただけです。取り付けただけで問題なく認識されて動いてますね。はい、そんな感じでございます。いやー、非常に高価なねものなんで、このグラフィックカードっていうのはね、ほんと、まあ、いろんなメーカーが出してるんで、どの製品がいいかって全くよくわかんないんですけど、サイズはね、よく見たら結構メーカーによって幅、厚さ、寸法全然違うので、もし購入を検討されてる方いらっしゃいましたら、事前にね、寸法を確認して、パソコンの中にちゃんと設置できるのかっていうのをね、確認した方がいいと思います。はい。で、一応ですね、ベンチマークっていうんですかね、GTX の 1080Ti と RTX 4070Ti、ベンチマークを確認したものもありますので、簡単にですけどね、それも最後に紹介して終わろうかと思います。はい、続きましてベンチマークのスコア比較について報告したいと思います。こちらはファイナルファンタジー14のベンチマークソフトを利用しております。左側が GTX 1080Ti、 右側が RTX 4070Ti、 今回購入したのが右側になりますね。で、スコアが 1080Ti が 24,534、 RTX 4070Ti が 34,789 という結果になりました。はい。で、まあ一応システム要件ちっちゃく下に左下にあるんですけども、 Windows 11 13世代の Intel Core i7、 メモリは 64GB ですね。でベンチマークの設定としては画面サイズが 2560×1440、 スクリーンモード設定は仮想フルスクリーンモード、ダイレクト X バージョンは11、グラフィック設定のプリセットは最高品質、これでやってます。はい。でこれやった詳細の結果、まあ、テキストファイルで出てくるんですけども、その結果がこちらになりまして、まあ、スコアは先ほど申し上げた通りで、フレームレートですね、平均のフレームレート 1080Ti が 170fps4070Ti はフレームレートが 247fps ということで、まあ、こちらもフレームレートが高いということはそれだけヌルヌル動いているということになるかと思います。でこのベンチマークを回すとですね、参考に、いくつか画像がね
自動で保存されてますので、それを参考までに貼っておきました。まあ画像自体はほぼ見え方としては一緒だと思います。はい。でこのベンチマークソフトの結果の見方なんですけども、もう1万5000以上であれば FF14 の場合はもう非常に快適に動作しますと、お好みのグラフィック設定でお楽しみくださいということなので、まあぶっちゃけ 1080Ti はもうスコアが2万4000ということなので、全く問題なく FF14 をプレイすることはできるとという感じであります。まあ、そもそも FF14 自体がね、少し古いゲームなので、グラフィックボードのまあちゃんとしたね性能比較っていうのはこのベンチマークソフトではできないのかもしれませんが、まあ直近足元私が FF14 で遊んでますので、このベンチマークソフトで比較してみました。まあいずれにせよですね、4070Ti にすることで、まあ、快適にはなっているということなので、まあ、動画編集とかにも多分ね、パワーを発揮してくれると思うので、とても期待してます。まあ、これで言えるのはね、GTX1080Ti が思った以上に頑張っていると、6年前のモノグラフィックボードにしてはね、とてもよく頑張っている。それが今回よくわかりました。まあ、なのでね、まあ、取り外した 1080Ti の方はサブキーの方にくっつけて運用していきたいと思います。はい、以上非常に簡単ではありますが、グラフィックボード RTX4070Ti を購入しましたので、その紹介となりました。何かの参考になれば嬉しいです。まあ、これ高かったんでね、もう使い潰す勢いでブイブイ使っていきたいと思います。どうもありがとうございました。コメントやグッド評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。